ないけど、あ、なんかあんのかなこれ。あ、やべ。あ、あれ持ってかなきゃいけなかったんじゃないかな。やべえぞ。あそこに、あ、入れなきゃいけなかったんだ。え、どうしよう。終わっちゃったよ。来てないからいいか。壊しちゃったけど。あ、倉庫の鍵。あー、そういうこと？あ、また戻ってんのかな。ちょっと待って、もう一回行けるか行けないから。そうか、アホなことしたな。あれ、そうかな。これで落とさないでここに入れたらいいのかな。なるほど。あ、あれに乗っていけたってことか、もしかして。あっちに行けるんだ。なるほど。乗ったままってスイッチ入れられるのか。入れられる。おお。通告します。現時刻のカルドリンバ市場の通行は禁止されています。禁止令は明朝日の出をもって解除されます。ここ入れんのか。ああ、やばい、誰か来てるような音がしてんだけど、気のせいかな。あ、1、2、2人いんのか。暗殺できるかな。あそこか。こいつはどうしようかな。来てる来てる。こっちを調べてみよう。やべ、あー、やっちゃった。最悪だな。挟み撃ちにしろ。ちくしょう。なんでダメだったんだろう。やっちゃった。ステレスでいけたのに。全部しょうがないな。もう一回やったらいけそうな気がすんな。すいませんね、期待してた方、その通りになっちゃいましたね。まあ見つかるだろうとは思ってましたけどね。この疫病も外出禁止令もふざけている。こんな中でどうやって働けというのか。これはネズミでいきますか。そこら中でギャングが回り。やめろ。なんで来やがる。
犬がいるからな、そこに。ここにいるんだろう。よし、死んでくれた。もういいですよ、一回見つかったからもうどうでもいいですよ、これは。あ、なんかあるな。ポーチか。あの犬をね、どうにかしないといけないですよね。へえ。これいいですね、新しいものを見つけました。これは薄気味悪いな、この屋敷は。なんかありそうな気がするな。上か。ここにルーム2つあるのかな。あるんだったらぜひ取りたい。誰もいないな。アイテムを使いたいんですけど、これか。これ使うときってどうやってやるんでしたっけ。違くて、あ、セットできるんだ。使い方がよくわかんないな。食べ物は金がどんどん貯まるな。プラチェットの鍵、あれどうやって使うんだったっけな。じゃないよな。あ、これだ。X。とりあえずブリンクにしときましょうね。誰かいんのかな。ここにあるか。誰かいる。ない。あったけど。おお、番号か。これあれ使えんじゃない、もしかして。さっきのどれだっけ。違う。あれ、どっかにあるのかな。トイレに隠してあるとかじゃないから。わかんないのかな。ここ取りたいけどな。さっきなんか出てたやつどうやって使うんだろう。これだ。使い方がよくわからないな。ダメってことかな。じゃあ、あ、上に来ちゃったな。うん、まあいいや、ミッション進めますか。矢印があれか。遠いな。おお、怖い。あっ、え
おお、こんなとこ登っちゃってるけど、ああよかった、行けた、行けたはいいけど、行けるね、あそこ。あ、なんか落ちてる。ならいい。これ以上電光塔のせいで人員をなくすわけにはいかん。シフトに関係ない。担当官が持ってきた充電器に触れれば電光塔に。またコインがあった。あ、なんかこれ関係あんのかな。でもあれにはどうもぶるっちまいます。スラック上の部下がお前らの首を先にやってきたことはありがたく。あ、やばい、ちょっと待って。あいつら敵か？ああ、ネズミか。あの犬にポゼションできないですかね。これであいつに。ああ、ダメ。ネズミは？ダメだな。で、アレクを助けるのか助けないのかどっちなんだ。あそこに行かなきゃいけないんだな。ネズミ。ダメだ。どうやってやんだろう。遠すぎんのかな。麻酔ボルトか、ブリンク。あ、犬がいる。おい、そこの前、姿を見せろ。あ、俺のこと。へえ、起きろ。びっくりした。どっかのクズ野郎が外出禁止令を破るつもりだぞ。奴に橋の支配者が誰か教えてやれ。覚悟しろ。こっちだ。ああ、やった、戦ってくれてる、勝手に。魚の餌め。オッケー、すげえ、こんなのあるんだ。こいつらが死んだおかげで、こっちか。あそこで見てんのか。あー、どうしようかな。一応ノックアウトしとくか。オッケー。一人こいつで投げときましょうね。とりあえず見つかんないステレスで行きたいんで。ダークビジョン。あそこか。もうあいつはこれでいきましょう。よし。あ、そういうこと？近づいたらバレてしまうのか。